肉体と精神の限界へ果てしなく挑戦する者だけが強者の資格を得ることができる。このことは強者を目指す者に背負わされた宿命と言っていいだろう。特訓の目的は常に自己の限界を超えることにある。それは熱い魂の叫びでもある。輝く栄光の世界一の強者を目指し、彼らの炎のような情熱はとどまるところを知らない。肉を打ち骨を断つ、この壮絶を極める特訓は第2回空手オリンピック全世界選手権大会を前に世界各地でまさしく熱風のごとく開始された。
クリア。真の武道者を目指す極真空手マンたち。現在極真会海外支部は本部公認のものだけで道場生約1000万、600支部に達しようとしている。南北アメリカ、ヨーロッパ、アフリカ、中近東、東南アジア、南太平洋とほぼ全世界の地域に極真空手の拠点がある。彼らの日々鍛えに鍛え抜くそのパワーは大地に響き、海の怒涛にも似て、今や極真空手の息吹は地球全土を覆い尽くしている。それはまさしく、遥か彼方の国境や言葉の違いなど、さまざまな壁を極真空手のパワーが突き破ったかのようだ。世界の人々の空手に向ける関心がかつてこれほどまで高かったことはなかった。それは極真空手が常に求めてやまない本物の強さ、相手を一撃必殺のもとに倒す格闘技の原点を追求してきた結果であると言えよう。極真魂を伝える男たちに国境はない。鍛え抜かれた肉体と何者にも動じない不動の心が表裏一体となり、信念となって彼らを支えている。至る所で日一日と極真空手の真髄を目指す若者の姿は多い。彼らの熱い心は世界選手権大会を待ち望んでいる。それは熱気の渦となり膨れ上がりつつある。Yeah!
世界大会にかける熱い渦はもう誰も止めることはできない。あたかも世界各地から時を同じくして発生したハリケーンのように、これを抑える力がこの地球上にあるだろうか。刻一刻とまさしく空手オリンピックという名にふさわしい全世界空手道選手権大会が目の前に近づきつつあるのだ。今最も世界中の人々の注目を集めている中東。この平和な風景の中にかつての戦火を想像することは難しい。だが町の中に一歩踏み込めば、紛争で傷つけられたこの国の町や村、人々の戦火の傷跡を目にすることができる。それだけにイスラエルの人々ほど平和を願う国民はいないかもしれない。それは彼らの長きにわたる迫害と流浪の歴史が如実に物語っている。この国の軍隊は空手を兵士たちの実戦訓練として正規のカリキュラムに取り入れている。軍服での撮影は許可されなかったが、私たち取材班の要求に彼らは空手着でならと気軽に答えてくれた。この地の極真空手にも戦争の傷跡は生々しく残っている。黒帯の彼を見て異変に気づかれただろうか。道場で靴を履くことを許されているのは世界の極真界の中でもおそらく彼一人である。彼の友人の多くは戦場で傷つき、また死んでいった。彼もまた片足を失った一人である。しかし彼は戦うことをやめない。生きる限り強くあらねばならないことを知っているからだ。極真空手の実践組手は彼にとって生きることと切り離しては考えられない。そんな彼の生き方はこの国の若者たちの素顔を象徴しているようでもあった。一撃必殺の極真の気迫がイスラエルの大地を轟かせ、やがてそれは彼らが望む平和への道を築く礎の土音へと変わっていくことだろう。
界中で最も極真空手の神髄を正当に受け継ぐ男たちがここロンドンにもいる。79年度イギリス国際オープンノックダウントーナメントでブリテンの若き極真空手マンたちはその実力を存分に発揮した。この試合での上位入賞者は全世界空手道選手権大会への出場資格が得られるのである。彼らの日頃の修練の成果がまさしくこの試合で激突し血となり汗となってぶつかった。決勝戦へ進むにつれ試合場内は異様な興奮に包まれた。フルコンタクトノックダウン形式の試合はここロンドンでも寸止めではない。必殺空手の恐ろしさをまざまざと見せつける。21歳の青年ジェフ・ワイブローがついに優勝の栄冠を手にした。日本への世界大会出場のパスポートを彼は獲得したのだ。本家日本でも世界大会を目指し日本オープントーナメントを兼ねた選抜試合がその栄光の座をかけて行われていた。激闘に次ぐ激闘、まさしく己の限界を超えて日本選手たちは戦った。世界大会への出場権を獲得するのは誰か。日本勢の中でその恵まれた100キロの巨体を柔軟に駆使し圧倒的パワーを誇る中村真選手。彼の回し蹴りも有力な武器だが中段突きの威力には定評がある。
事を収めたので、ここにこれを称する。世界の強豪勢の中で身長204センチ、体重103キロ、まさしく脅威と恐れられている南アフリカ極真界のケニー・ウーテンボガードがいる。その巨体からは想像できない素早い身のこなし、ハイパワーの蹴りは人間の破壊力の極限を行くだろう。やめよ、心臓外科の世界的な名医バーナード博士は彼の後援者でもあり、彼にかける夢は大きい。それは空手の本家日本を倒し世界制覇を果たすことだ。博士は世界大会を目前に控えた彼の科学的な健康管理にも細心の注意を払う。彼のトレーニングは凄まじい。波の人間の数人分はあろうかと思われるそのスタミナをさらに増強させるべく、一日の大半は特訓のスケジュールに追われ休む暇もないほどだ。いいよ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 。
広大なアメリカに極真空手マンは多い。その一人でもあるギャリー・クルジェビッチ。警察官として働く彼の同僚たちや、また家族たちも空手にかける彼の真剣さには心打たれるものがあるという。ひとたび道場に足を踏み入れると、日頃陽気な笑顔を絶やさない彼も、その体に一瞬張り詰めたものが走る。それは何気ない日常で素早く危険を察知しなければならない職業上の使命感でもあり、また極真空手に裏付けられた彼の人生そのものと言ってもいいだろう。トルコでは極真空手が根付いて2年余り、世界大会への初出場が決まり、彼らの闘志は燃える。若々しい目に見えぬ力を秘めているだけに、大会での活躍は予測しがたい。トルコ極真界の支部長であるフェルセット・オズセルト、彼はトルコではちょっとした英雄である。スタントマンも兼ねる映画俳優なのだ。彼は家庭では母親思いの青年であり、家族を支える一家の主でもある。血のつながりを重んじるトルコでは、家族の中で男は常に勇者でなければならない。Türkiye'den de zaten en kuvvetli karate Kyokushin Kai karate, o Oyama karatesi oluyor. Tabii. Tüm dünya çapına bakalım, Türkiye'den bir takım çıkartıp da temsil ettiğimiz zaman herhalde iyi bir şey olacak ama Türkiye'den... その彼が突如とんでもないことをやってみせると言い出した。Mümkün olduğu kadar çabuk geçme. Çabuk geçme bak yani. İki lastikle mi geçeceğiz? Efendim? Tek lastik. Arka lastiğe yatacak. O bir lastiğin arkası yatacak. Ha, tamam. Bunun sesine dikkat edecek. Yeah, us!
洋の国メキシコ。この国の選手たちも世界大会は初出場である。日本を目指す彼らは灼熱に輝く太陽のごとく燃えていた。今彼らの目標は世界大会の上位へ一人でもランキングされることだという。その悲願にも似た闘魂は日中30数度は超える暑さの中で焼ける鋼鉄と化して特訓に励んでいる。フランスはヨーロッパでも強豪ぞろいの選手たちがいる。彼らは皆世界大会初出場の抱負をゆとりある自信で語っていた。それはフランス国民特有の粘りと辛抱強さが勝利をもたらすというものだ。運河で知られているここパナマの選手たちも世界大会初出場の舞台へ向けて今猛烈なハードトレーニングに明け暮れている。彼らは支部長も含め全員学生だという。世界の極真空手マンたちの中でも一番未知の力を秘めた若者たちばかりである。彼らのパワーは何者をも恐れない純粋な精神に支えられ、その威力は無限であると言ってよいだろう。ベネズエラも世界大会初出場の国ながら各国の選手たちに引けを取らない。
その過酷で厳しい猛訓練はこの国でも極真空手の凄さを改めて見る思いだ。南米のチリは日本の街の創造しさとどこかが似ている。南米各支部の極真界は他国の支部と比べ決して劣らない高レベルの水準を保っている。日夜休むことなく続けられる厳しい稽古は基本に忠実であることをその目標にしている。そして力に加えて技を磨く、その修練の仕方も彼ら独特の方法が工夫されている。極真空手の世界では腕立て伏せは500回が最低レベル、この脅威が常識なのである。1000回以上こなす猛者も珍しくない。再度挑戦に燃える男、ハワード・コリンズ。第1回世界大会では上位に勝ち進みながら惜しくも優勝を果たし得なかった。その彼の今大会にかけるファイトは他の出場選手たちを圧倒するものがある。一、二、三、四、はい、一、二、三、四、五、八、九、十、彼はヨーロッパではもちろん日本でも有名な外国空手マンの一人である。常に自己の限界に挑む闘志は真の武道者たるにふさわしい。熊殺しの名を世界に轟かせたウィリー・ウィリアムス。巨大な生きている狂気とも言うべき彼の凄さは同じ人間同士を比べるという基準では判断できないかもしれない。第1回世界大会から4年、熊殺しウィリーの成長は大きい。持ち前のパワーに加えてさらに鍛え上げられたテクニック、そんな彼が不気味なほど底深い強さに磨きをかけるべく格闘技の鬼黒崎武時師範の特訓を仰いだ。極真 OB である黒崎師範の直弟子、新格闘術世界ライト級チャンピオンである藤原敏夫を相手に体式ボクシングのテクニックも吸収しようとウィリーも必死の山登りに入った。
第2回世界大会に備えて燃えるウィリーは、早くもその次のターゲットに向かっても研ぎ澄まされた牙を見、格闘技世界一を称するプロレス界の王者アントニオ猪木に果たし状、地上最強の空手の誇りをさらに天下に知らしめようとの決意である。そのしなやかな動き、パワーをたっぷりと貯めて蹴り上げる超スピードの足技、どれを取ってみても到底2メートルの巨体からは考えられない素早さと敏捷極まる動きである。空手は今や全世界の子どもたちが憧れる格闘技だ。その強者へ憧れる気持ちは大人たちばかりではない。正しく身につけた武道は子どもたちを無限の可能性へと導く。それは子どもたちにとって夢を叶える最も有効な機会であり、最高の手段なのだ。この可愛い子どもたちがさらに21世紀の極真空手を支えるのだ。その姿が目に見えるようである。ロンドンでは少年部の大会が定期的に開催されている。ブルース・リーも顔負けのヌンチャ、一瞬の呼吸も乱さない見事な技だ。シューだ。
1969年は極真会にとって記念すべき年だった。第1回オープントーナメント全日本空手道選手権大会が開催されたのである。全日本初代チャンピオンとして天才の名を欲しいままにした山崎輝人も、今彼は後進の指導に余念がない。1975年もまた極真空手にとって特筆されるべき年であった。第1回全世界空手道選手権大会が開催された年である。この時に初めて世界一の強者が日本から生まれた、佐藤克昭である。まさしく格闘技の王者にふさわしいチャンピオンの誕生であった。史上最強の空手の頂点に立つゴッドハンド大山増達、全世界の極真界の総帥である。プロレスラー、ボクサー、猛牛まで無数に倒した神の手による秘伝総鎮の型がこれである。世界に有比する極真空手の指導と組織を統括し、大山増達の手足となる男たち、彼ら大先輩たちが今でも現役トップクラスに引けを取らぬ底知れぬ実力を秘めているのも、他の競技と異なる極真空手の特色といえ、誰もが夢見る者に入団者資格がある、いわゆる黒帯だ。その童貞はまさしく血と汗のにじむ一つの道のりを突き進む思いだと言える。さあ、はい、さあ、行こう。はい、さあ、出たほら、さあ、行け、出たほら、さあ、行け、出たほら、これは黒帯を許される一つの関門である。地獄の15人組手を見ていただくと、自分の身長を飛び越え体重以上のバーベルをジャークするなどの条件のほかに、一瞬の休みもなく次々と組手をさせられる。技、力、根性、信念と様々な角度から試験者を試し、そして何より極真空手の真髄である実践の空手を身につけることが要求される。
Çık!彼の血にまみれながらもその苦しさを忘れる一心、まさしく地獄を体験した者だけが味わえる本物の喜び、思わず顔もほころび。ついに彼は念願の黒帯を手にすることができた。ゲイタム・サーベイ初段の誕生である。アメリカ・シカゴのダウンタウンにあるオールドシティ。かつてアメリカの暗黒時代と呼ばれた1930年代にはアルカポネに代表されるギャング同士の血なまぐさい争いが絶えなかったところだ。その街角で私たち取材班は突如縄張りを口実とする街のチンピラどもに襲われた。偶然にも B 班の撮影カメラが捉えたまさしく本物の喧嘩である。あっという間に13人をノックアウトしてのけたシカゴ支部長三浦美幸師範。極真空手戦わばの威力を見よ。私たちもシカゴ警察で取り調べを受ける羽目になったが、支部長三浦美幸師範の地元における人望のおかげで争いに巻き込まれずに済んだのである。アメリカの大山茂首席師範が率いる選手たちの今回の世界大会にかける意気込みは第1回世界大会の雪辱を晴らすべく、その闘志は燃え盛るようだ。厳しさを超え、もはや見る者に恐怖を覚えさせる。しかしそれでも彼らは死をも恐れはしない。ハードトレーニングにひたすら挑み続ける。世界大会は目の前だ。Yeah!
具合。この国でも第1回世界大会の屈辱から早4年、再び世界空手チャンピオンを目指す挑戦が始まっている。彼は勝負の一瞬にかけるその呼吸を得得するため、弓矢を使って独特のトレーニングを編み出した。イギリスノックダウントーナメントの若き優勝者ジェフ・ワイブロー。イギリスチームも今大会では再挑戦のチームだ。その中で若きイギリスのチャンピオンジェフを加えたことはチームにとって心強い限りである。オーストラリアの6月は冬である。日本の春に近い暖かさ。そんな恵まれた気候の中で、ここシドニー支部選手たちの気迫のこもった熱拍の掛け声が怒涛に轟く。第2回世界大会への出場は第1回の敗退を覆す再挑戦のチャンスなのだ。ここにも全世界空手選手権に再挑戦の闘魂を燃え上がらせる男たちがいる。それは北欧の強豪たちである。世界大会への出場権をかけて彼らの選抜試合が行われた。特訓で鍛え抜かれた選手たちが激突する。目指すは本家日本の技に熟達した選手との試合だ。過去の試合をさまざまな角度から研究したその成果が第2回世界大会でどう生かされるだろうか。夏のハワイで行われたオープントーナメントは、その名の通り極真空手のみならず中国拳法カンフーやマーシャルアーツなど他流派の格闘技者の参加が目立った。この試合での勝敗が世界大会出場の決め手となる。拳を握った各選手たちの吐く息吸う息、その激しい息遣いが試合場内の隅々にまで聞こえる。熱戦に次ぐ熱戦は最後まで観客を圧倒し続けた。
ブラジルは空手の盛んな国である。日本人指導者も多い。それだけに彼ら選手たちをしごく特訓の激しさも本場日本、さらにアメリカとともに他の国では見られない凄さがある。特訓の成果を試す極真空手ブラジル選手権大会、3000人が集まる会場内の熱気はそのままブラジル選手たちの世界大会に向ける意気込みを表しているかのようだ。まで鍛え抜かれた拳が胸板を打つ。相手の筋肉のわずかな動きを素早く読み取る。その瞬間の判断が勝敗を決するのだが、日系選手の活躍も目立つ。休む間もなく、その夜から新たな東京を目指しての挑戦が始まる。事故の限界などまるでないかのごとく、彼らの果てしない特訓は続くのだ。ここアルゼンチンでも特訓の最後の仕上げに余念がない。情熱的なお国柄の彼らは昼夜の別なく潮吹くような特訓にのめり込み、その実力レベルは急速な躍進を遂げてきた。彼らもまた第1回世界大会の敗退で涙を飲んだのである。その汚名を晴らすかのように全身から危機迫るものが発散している。果たして日常生活イコール空手にまで没入した彼らの悲願は叶うだろうか。
ついにその日はやってきた。第2回全世界空手道選手権大会の幕は世紀の火蓋を切って落とされた。1979年11月23日、ついに待ちに待った第2回オープントーナメント全世界空手道選手権大会の開幕であります。今日から25日までの3日間、この日本武道館で世界49カ国153人の空手マンたちがしのぎを削り戦うのです。第1回チャンピオン佐藤克明に続く第2回チャンピオンは、続々と選手たちが入場してまいります。イギリス選手団の入場であります。続いてボリビア選手団です。選手の表情には緊張の色が隠せません。さらにはベルギーであります。そして遠くブラジルから、さらにはカナダから選手たちが入場します。花の都フランスから今4人の選手たち、そしてギリシャ、さらにはオランダ、最近は空手ブームに沸いております。さらにハンガリーから、ハンガリーは初出場であります。そして常夏の国ハワイからも選手団がやってまいりました。メキシコ、そしてパナマと続いておりますリビアです。さらにはレバノンからも選手たちが参加してくれました。レバノンからは2名であります。さらにはマレーシア、そしてスウェーデンであります。最近上位入賞が期待されている強敵情熱の国スペインからは4人が出場。そしてアメリカ、今回は8人の選手団であります。中にあの馬殺しウィリー・ウィリアムス選手の姿も見えております。ユーゴスラビアの選手たちも今入場であります。そして最国日本は11名の選手団を送りました。果たして王座を守れるかどうか。4年に一度の空手オリンピック、今開幕の時を迎えました。ここに第2回オープントーナメント全世界空手道選手権大会を開催いたします。国連選手で南アフリカ、ナミビア、ロシア、来日出場寸前に南アフリカチームの選手たちは突如世界情勢の微妙な揺れが元で試合停止を命じられた。我々は武道空手精神にのっとり正々堂々と戦うことをここに誓います。第1回戦は存分に力と技を身につけた各国選手の激しい戦いが展開された。続出するノックアウトは観客たちを一瞬のうちに魅了し戦慄させた。第1回大会では見られなかった選手たちも多く、初参加選手の活躍が目につく。そしてベテランたちの磨きに磨き抜かれた技の数々だが、新参加選手たちがどのような隠された技と底力を持っているのか予断を許さない
アウトの続出により負傷者は後を絶たない。ベテランコロンベに対する弱冠21歳のジェフ。しかしさすがイギリスの若きチャンピオン、そのダイナミックな動きは華麗である。この大会にかける大豪コリンズの意気込みは迫力に満ちている。試合運びの巧みさもベテランの風格を物語っている。Yeah!
トルコの腹を車に引かせた偉大な腹筋力の持ち主オズセルト。だがその鍛え抜かれた鋼の肉体も極真必殺拳の前には気の毒ながら1回戦で惨敗した。この大会には空手だけでなく他の格闘技選手も多く参加している。ポールホイはタイ国でキックボクシングの一流選手。その足技はさすがに本格的、身のこなしも筋金入りだ。ジェフのスピーディーな試合運びと強気な攻めは颯爽ブリテンの騎士を思わせ、華麗な技の続出である。対するチャック、彼も引き締まった鋼のような体を持つアメリカの若者だ。そして強者に対してどこまでも挑むその向こう水な喧嘩空手はアメリカ選手たちの中でも群を抜く。
集中。延長戦でもやはり2人は互角に戦った。しかしわずかな差ではあるが、チャックの技が優位を示したようだ。熊殺しウィリーが後輩チャックに対し優しい心遣いを示し、彼の意外な一面を見せている。Yeah!
極真空手に挑むムエタイ。だが彼の技もついに極真の軍門に下った。文字通り激突の名にふさわしい両雄のファイト。世界大会ならではの高度な真剣勝負が展開する。しかし試合が進むほどにやはり本家たる日本勢の実力が尻上がりに発揮され、イギリスのチャンピオンを延長戦の末に退けたアメリカのチャック。だが彼も日本の底力の前には一瞬の戦いであった。どの大型選手も小さく見えるウィリー・ウィリアムス。彼の圧倒的な強さはやはり前評判通りだ。まさしく向かうところ敵なしといった感が。Thank you.
ウィリーのパワーは元日本チャンピオン佐藤を倒したが、審判がウィリーのつかみを反則としたのは微妙だった。延長戦に入りやウィリーは別人のごとくエキサイトする。極真空手の真偽といわれる真剣白刃取り、しかも1対
突如の狂乱の謎は彼自身の口からも解き明かされぬまま、表彰式にも出ず帰国してしまい、さまざまな憶測が流れた。私たちがニューヨークへ国際電話し、冷静さを取り戻したウィリーの口から聞いた真相は、佐藤俊和戦での反則宣告にあった。あれは反則ではなく、あの段階でノックアウトだ。私はエキサイトし、いずれ猪木と戦えば破門される身、それならプロレス式に暴れてやろうと思ったのさ。日本選手同士の対決、両雄無敵の実力者だけに波乱を呼ぶ一戦になりそうだ。超えた死闘の連続であった。単なる勝敗を超えて、参加選手全員を勝者として称えたい。彼らの青春において、その不屈の関東精神と武道空手の心において。